っちゃなくなっちゃったんだ。なんかこの場所し、ダメだ。おお。閉まってる。おお。これ車止められないバージョンじゃん。そこダメなんだ。食べ放題。やみつきカレーな。インドベンガル料理。何食べんの？ダルタ、ダルタなんとかって豆の？豆ね。セットもあるじゃん。ありますね。でも？いや、いるじゃん。種類はたくさんある。すごいあんね。すごいある。サグマトンとか好きだな。ダル？すげえ。すげえ。この辺？あ、それ。見に行かないじゃん。いいの？へえ。シナモンのなんてどうだろう。食べてみればいいじゃん。スタイルのブルーベリーのなんかあるよ。アップルもある。マンゴーメープル。知らなかった。パラオって食べたことないじゃん。なんかたくさんある。お父さんのすごいもん。いやいや、すごい食い物。ああ。サグマトン、ほうれん草とマトン。これ豆のなんか。やばいよこれ。大きさが。すげー。スターデストロイヤーみたい。スターウォーズのデーン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 デすげえ変わったものしか食わない。え？変わったものしか食わない。変わったものしか食わない。ほうれん草ね。うん、うん、確かに変わってると思ってこれ頼んだ。これもおかわりできるのかな。どうですか。ほうれん草なの。どうなんだろう。うん、美味しいやん。
はい、ダメ。はい、どうも。なんでそんな早く行ったの？言われたから答えちゃったけど。でも普通のランプ。なんかそんな感じがする。ご飯おかわり自由のカレー屋さんあって、ありがとうございます。はい。ここでチーズナンが出てきたって話なんだよ、サービス。覚えられてるのかな、気に入られたんだ。
全然平気だった。それだって全然半分も減ってない、うん、この後が楽しみになってきたし、うん、200円アップで大盛りか。なるほど、200円アップで大盛りか。うん、当たった。やっと肉にありつけた。っていうのを食べたんだけど、しまして、うん、あのワンプレートにカレー4種類ぐらいあってさ、混ぜながらご飯中心に食べるようなやつなんだけど、あのラッサルとサンバルって2種類のカレーはおかわり無料、うん、だけど、うん、ライスは100円、うん、おかわり100円、うん、で粉物が全部なくなっちゃうから、実質おかわりするんだったら100円くれって感じ、うん、設定は。マグマ、マグマみたいな、なんかね、うん、これあんまりほうれん草の味がしない、うん、ただプレートは何か違う、プレートはね、ちょっと違う、うん、箸休めにいいやね、うん、そうですね、小柄なのに結構食うんだよ、うん、お褒めいただきありがたき幸せ。大根もそう言ってた。何なんだろう。半分なんか私物化されてるこの。小沢さんの領域が。ラスボス君の私物化されてる。やっぱラスボス君だからこんな形で。ちょっと一回外出てみたらいろんなことが見えるから外に出たの。これじゃ追いつかないからこれ。家を出て。何が？水の。ああ、そうそうそう。水の。ラスボス君ってこと？とかまあそうだけど、ちょっと家を出た。出たのはどっかに行くじゃん。結婚とか登録とか。そういうのも。これ全然いいんだよ。お金だけの。疲れてきた。
満腹っていうより疲れ食べることに疲れてる、うん、だからその程度さ、現実見なかったから話半分で持ち込んで。でしょうね。いつ来るか分かんねえって言われてさ、あの半導体不足とやらね。最悪の場合だと車検に間に合わないって言われてたのね。それは間に合いそうになった。だから欲しいとか欲しくないじゃなくてさ、かっこいいかっこよくないとかなんだけど、なんか今買わないと後々面倒だぞっていう感じで買い替えだから、あんまり気持ちとしてはそんなワクワクはしてないの。手続きって感じ、ヨーロッパの電気自動車を何年までになんか 100% にするっていう、ルールができて、そこに間に合うように、開発のスケジュールがこうあれしてるから、ちょっと変なタイミングで、なんか今のオリンピックじゃないけど、なんか本当は何年サイクルみたいのが崩れて、早いタイミングで新しいの出ちゃってるから、普通5年飛ばしとかがあれなんじゃないかな。iPhone じゃないけど、なんか2号機に買い替えるみたいなさ。そうだけど、だってこれなんかちょっと変なのあるな。なんかあれもある、朝何したんそれ？普通で。本当に朝かよ。こんな辛かったっけ？甘口いくの。食べて先にゴールするんだ。そうそう。
ボコボコ言ってたの隣の子供そうだよ。なんだろう。ここ最後に来たのいつ？ここ最後に来たの？多分1、2週間前。うわ。アウトバックは？アウトバックは、先週？先週の日曜日ぐらい。混んでる相変わらず。すげえ混んでる。でも予約なしでそのまま入る。そう。すげえあれだもんね。閉店、はい、閉店時間早いわけじゃないよね。はいはい。今8時？ラストオーダーの9時だった。痛い。体が広がってきた。何ですか？体が広がってきた。お腹いっぱい。頑張ってください。うん、食べます。ないですっていうのもちょっとあれだし、うん、確かに
疲れ様ね。ごちそうさま。うん。おお。おお。おお。秘密のスパイスがあったよこれ。よかったじゃん。うん。ちょっと気づくのが遅かったけど。うん、今日辛かったからしょ。あのね、塩気は全然なくて、うん、なんかシナモンっぽさがあるっつーか、からしはもちろんのこと、うん、非常に辛すぎて朝も止まんないんだ。